日本大阪府大阪市東成区、生野区以外や以外やは、大阪府大阪市東成区、生野区にまたがる、平野川旧河道湾岸一帯の地域名称、旧東成郡、鶴橋町の大技の一つで、現行住居表示の実施前には、以外の大通、以外の西、以外の中、以外の東の町名があった。現在の東成区、田松、大井間里西の各一部、 行野区中川西の全域及び鶴橋、桃谷、勝山北、勝山南、斜里寺、中川、田島の各一部にあたる。古代、仁徳天皇の時代に多くの虎人が当地にやってきた。その虎人たちが豚を飼う技術を持っていったことから、この地域を一回屋と呼ぶようになる。さらに、虎人のもたらした優れた技術により、文献上の日本最古の橋がここを流れる。 くだら川にイカヒツ橋が架けられ、時代が下って、江戸時代になると、鶴の橋と呼ばれたことから、現在の鶴橋の地名の元となる。古墳時代から、飛鳥時代初期にかけては、モノノベ市の勢力下にあったが、蘇我氏との交渉に敗れた後は四天王寺の領地となった。また、くだら滅亡と白月の絵の戦いの後、上町大地の登録一帯に、 多数のくだら国人が移り住んだことから、一帯はくだら屋と呼ばれるようになった。奈良時代から平安時代にかけてはくだら軍が設置されており、以下屋もくだら軍否定地のうちに含まれる。中世にかけては四天王寺の荘園地となり、井の守る野草と呼ばれた。近世においては初期を除き、天領として江戸幕府が直轄支配した。 慶長年間に行われた県地では、国高1060国。大和川の付け替え後は伊地川水寺となった平野川沿岸の村が加入する、用水組合に加入していたが、最末端だったため水不足の檻は水が回らなかった時もあった。近代以降もしばらくは大阪市の近郊農村地帯であったが、大大阪時代に差し掛かると市街化、工業化の波が押し寄せるようになる。 農地を住宅地に転換する地主や工作を辞めて働き務めをする小作人も増えてきた中、1919年頃に地域内の地権者により、鶴橋高地整理組合が結成され、民間主導で農地の整理と下水道の整備が行われた。この時に、これまでくねくねと曲がって流れていた平野川をまっすぐに付け替える改修工事が行われた。 高知整理という名目で新平の川水地を中心に区画整理されたものの農地として利用されることはほとんどなく九百二十五年の大阪市編入も相まって急速に住宅工場密集地帯へと変貌したまた市街化工業化の時期と重なるようにして九百二十二年の大阪チェジュ島ま定期直行線君がよまるの就航を機にチェジュ島から 朝鮮民族が大量に渡航するようになると、当地は工場労働者の最大の受け皿となり、朝鮮民族の人口が急増した。1945年の日本の第二次世界、大戦敗戦後、チェジュ島出身者の約3分の2程度は、チェジュ島へ帰ったが、1948年に起きた、チェジュ島4.3事件以降に再び、日本へ大量に渡航してきた。以降、 在日韓国、朝鮮人として統治に根ざした人々によって、コリアタウンが形成されていった。西方立て親会は、チェジュ島の法管理出身者の団体で、1929年に、ミマスゴムを経営していた、高ウキタマが組織した西方青年会の後継団体である、鶴の橋跡公園公園入り口前の道路上に、橋があった。西都市の地蔵この辺りが、 旧大技イ海野の工事集落である。ちょうど撮影者の立っている位置、左の一方通行の標識のある道路部分に、かつて旧平野川が流れていた。旧イ海野地域は、東は旧小路村、辰美町の境まで、西は付け替え前の平野川の旧流域が地域であった。具体的には、北は近鉄線を越え、現在の千日前通りの、 さらに、少し北、多摩松二丁目の一部、大井正と三丁目の一部地域まで、南は、現在の田島二丁目と三丁目の境あたりまでの、範囲。かつて地域北東に、西の川が流れていたが昭和40年代に、埋め立てられて消滅した、今里筋と、近鉄大阪線の交差部すぐ南に、一階の橋交差点があり、市道が、南東北西方向に斜めに交差しているが、 その指導が河川の後に引かれたもの、交差点の場所に一階の橋があった。鉄道、いずれも地域からは少し離れている。主要道路一階の町に居住していた中山太郎、中山正明の父、新型の電球用ソケットを考案し、当時勤めていた大阪電灯に採用を愚心したが、受け入れられなかったため会社を退職し、1917年6月に、 イ下アの尺屋でつまむ目のとぎてのトシとトコラと共に電球ソケットの製造・販売を開始した。当初ソケットは売れずに困窮するも、乾きた電気企業者からの扇風機の風量を切り替え、部品の発注やアタッチメントプラグに東洋差し込みプラグのヒットにより、経営は軌道に乗ることになる。アタッチメントプラグとに東洋差し込みプラグ発売前後の1918年には、 以下屋を離れ、北国西の田を平木町に住居兼工場を構えて、松下電気器具製作所を創業した。ありがとうございます。